くるちゃんはなんか何かされて嫌いとかじゃないの、やってることが嫌いなんだよね。なんか何から何までも全部ネタに使おうみたいな姿勢。ゼロワンとかもそうじゃん、枠からいいじゃんみたいな。あれを本気でやってるなら、まあ、ちょっと抜けてんじゃねえのかなと思うよね。だったら年だけ取ってるだけで中身がなさすぎだろお前ってなるじゃん。ましてや1回は失敗してる人間なんだから余計わかるでしょ。それでなんか都合のいい時だけまたくるちゃんくるちゃんって始まってお金稼ぐみたいなやり方が嫌い。嫌じゃない。だって調子いい時は今度子供を育てるんでアイテムくださいになって、今度は離れるので僕は頑張りますんでアイテムくださいになったりって、結局金しかないわけじゃん。でしょ、結局もう全部お金絡みじゃん。配信もやり始めるのもお金がなくなってて、配信頑張るタイミングもイベントの時だし、結局もう全部金のためのやつじゃん。だからあんま疲れるなと思って。あんま好きじゃない。そのくせ言うことはもう2点3点でブレるわけじゃん結局。だったら突っ込まれないようにもっとちゃんとやるよなって思っちゃうし、あんま好きじゃない、ああいう金の稼ぎ方するやつ。あの泣き落としで全部金稼ぐようになってきたらみんなそれで通用すると思うわけじゃんでしょ。でくるちゃんはくるちゃんで、ゼロワンはくるちゃんにヘイト向けて稼ぐんだよ。でくるちゃんはくるちゃんでヘイト向けられて金稼ごうとするの。まあある意味性格が合ってるんだろうなみたいな。お互いさ金稼ぐ手段でさ、かわいそうな女演じて、こっちはさなんだいじめる男を演じてみたいな。なんかあのビジネスですごいやりまくってるから疲れるなと思う。別れるわけがないんだよ 100%。 絶対別れないんだよな、アホだなと思う。まあだから成り立つんだろうけどね。まあリスナーがなんかバカなやつが多いんだよな、リスナーが。子が多いんだよな。そうそうそう、クズな俺がイケてるって。だってお前同じ話題をもう1週間以上やってんだよ。1週間だぞ1週間。あ、ゼロワンの懐かしいステッカー出てきたわ懐かしいの出てきたわ。これもゼロワンステッカーだ。いつまで経ってもまだ信じてるやつがいるのかっていうか、ちょっとだけどネットはやっぱ扱いやすいなと思っちゃうよね。だから配信者は生き延びるんだよ。頭悪くないからな、頭いいからな配信者。あのリスナーみたいに使われる側に回ることないからな。使われるのはいつだってもリスナーだけだからな、リスナーだけで。あのリスナーもまたキモいところがあるんよ。なんか自分がいざやられた時に今まで混ざってやってたくせにいきなり被害者ずらし始めるとか、あれもまたキモいもんな。こないだまでは一緒になってお前他のやつ一緒に叩いてたくせにみたいな、そういうやつも多いじゃん。あんま好きじゃない。お、紙飛行機ありがとう。これレアなウェディング小峠、新郎も新婦も俺、ウェディング小峠。性格悪いから人のこと言えないって。トモコは性格悪いというかアホなんだよ。
いや、セイジはまた違うんだよね。セイジは、セイジは鮫島がいたから枠が成り立てただけで、事件起きないと何もできないんだよ。あと喋れるわけじゃないからね。昔から売れるのであればもう売れっ子になってるけど、昔から無理だ。セイジはもう彼女と遊んでんじゃない。お金なくなってきたら帰ってくるって。絶対帰ってくるから 100% 帰ってくるよ。今はもうたまりにたまったのがあるから普通に遊んでると思う。で、いきなり配信ね、新しいアカウントで始めてね、もう彼女と実はありまして、やっぱ配信って最高だよね、俺は束縛されてみたいなことを喋り始めるから、絶対そうだから。戻ってくるタイミングの時、やっぱ俺リスナーさんの方がいいわ。俺いつか社長まだいますかみたいな絶対やるから。もうなんか流れが分かるもんね、流れが。同じ配信者だから絶対そんな感じで戻ってくると思うよ。いつか社長って、うわフワックマ社長今どこかなみたいな、絶対始まるから。婦人部いますか、婦人部みたいな。お、アイネお疲れさん、絶対始まるから。世の中も大体そういう感じで始まるんすよね。セイジだってはもう配信6年ぐらいやってんだよ。配信6年誰よりも長くずっとやってんよ。ワードハウスでねバズっただけで、今まではあの致死量を食い続けてただけなんよ。致死量ずっと朝に致死量を食べるっつって、あの納豆とご飯の中にラビーってずっとご飯食ってる、ラビーってずっと食べてた致死量。セイジはね、なんかね、分かりやすい性格でね、自分が上にいるときは、絶対わけわからんやつと絶対絡まんし、絶対やらないんだよ。けど自分が下にいるときは、いろんな人にね、なんかよいしょよいしょするんだよ。自分が上のときは、なんか結構そういうタイプなんだよ。チャンピンとかも一緒に住んでたね。だから自分が、良ければいいタイプの感じ、正常。まあ、ずる賢いって言えばいいのかな。俺は4年かな、4年。だからめちゃくちゃ昔からやってる、正常。正常も結構揉めるタイプかな。揉めるタイプ。